昨日ね、そう。赤城山の沼ですね。小さい方。ここは2年前に凍結してる上を一回歩いてますね。夏道は初めてです。湖畔に着いたね。ねえ、ああ、本当だ。気持ちいいね。なんかね。湖畔ずっと沿って歩く感じ。もう。ぐーって行くのかな。水鳥とかいないんだね。あ、神社着いた、ほら。神社に着きました。すごいいっぱいいますね、魚。逆さ。どっか登ったんだよね。登って。あ、水門じゃない。あ、魚が。こっちの方が目立つね。なんだろうね。おとぎの森、マウント長七郎山、分岐は右。今日は青空ですね。まだ人もいない感じです。そんなに新緑も半分ぐらいかな。ツツジはまだ咲いてませんね、あんまりね。丁字路、これをまっすぐ行くと氷瀑で、長七郎山はこっち。アイジンつけたのかな。もうちょい先だね。結構えぐれてるね、ここね。赤土みたいになってきた。広場になってる。広場を突っ切って再び山へ。ピンクテープがあるから迷わないかな。少し勾配上がりましたけど歩きやすいですね。道ははっきりしてます。しっかりはっきり。ちょっとがれた毛糸ですね。ザレガレ、柔らかい砂と、ゴロゴロの岩。草津かな。あっち何ある。北アルプスなのかな。あれが荒山、地蔵岳。がれてます。がれがれですね。がれ場の急登、まもなく山頂ですね。なんだろうね。あ、なんかほら真っ白な山見えるよ、ほら。ねえ、あ、何あれ。
あれは八ヶ岳だな。南かな。八ヶ岳、立科。おお。すごい。なんだろう、あっちは。あっちに八ヶ岳が見える。ここは、西の河原。西の河原、すごく見晴らしがいいですね。西の河原から山頂を目指しています、結構暑くなってきたな。山頂かな、また長七郎山 1578.9、 これもなんかあれかな、なんかの残骸だな。これ標石みたいのがある。あ、三角点かな。山頂の裏手。日光。あっちは何だろうね。山頂までおよそ35分ぐらいでした。はい、長七郎山の山頂から1回小沼だっけに降りますね。下りですね。ちょっと小地蔵岳っていうのを寄ってみようかと思う。小地蔵岳、快適な尾根道ですね。やっぱり関東平野からの風はすごく生ぬるいですね。ここら辺虫が多いかな。ちょっとこんな感じです。いいね。三鴨山も暑いね。快適な稜線歩き。下りはガレザレ。もう間もなく、駐車場着いちゃいますね。あっという間でした。ここ、初心者の方とか、かなりおすすめです。ここね。そんな感じです。これ右で小地蔵岳。ちょっと行ってみますね。こっちが小沼。小沼？登ります。小地蔵岳への登り。だいぶ緩い。緩斜面ですね。スマホ落としてしまった。緩斜面。こんな感じ。ゆる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 。もうちょいで山頂かな。小地蔵岳。小地蔵様だ。あ、一応書いてあるよ、ほら。小地蔵岳。小地蔵。小地蔵岳から一回同じ道を戻って沼の駐車場に行きますね。分岐に戻って向こうが長七郎岳で山でこっちが駐車場ですね。これは右。何の木だろうね。
斧、うん、うん、分岐は左、まっすぐ行くとあっちの角満淵の方ですね。これは左、あ、見えた見えた、うん、おっ、おお、見える見える、あれなんだろうね、薬師岳ねえ、こっち赤いやつだ。